どうも、帰り道もよろしくね。よく来てくれたわね。どうも。早速だけど、挨拶に出向いてくれて感謝するよ。ルシスの王がいらしてるとあればね、天主が何も教えてくれないものだから、ご本人をここにお呼びしたの。私が今知っているのは、一応あなたが王だってことだけよ。あんたはカンナギを保護してると言ったな。あんたらにとっても危険じゃねえのか。あら、帝国との関係を気にしてくれるの？属国とあれば立場は弱いわ。彼女がどうなるかはあなたたち次第よ。こちらも質問させてもらえるかしら。カンナギは水刃を起こして何をするの？啓示の準備だ。俺が水刃の力をもらう。それが聞きたかったわ。神が王に力を与える。でも簡単に受け渡されるものかしら。私はここで騒ぎが起きるのを心配しているの。ルシスでも巨神の一件があったわね。何が起きたか教えてくれる？巨神が王様に力をくれたんだよ。神話の通りということね。それを恐れてか、帝国が軍を動かそうとしてるわ。つまり騒ぎは免れない。おそらく戦争になるでしょう。でも神様だろうと帝国だろうと、うちで戦争されては困るわ。でも帝国が負ける分には問題ないよな。面白いこと言うじゃない。帝国の敵対役を探してんじゃねえのか。深いところまで読むわね。でもその前に押さえておきたいことがあるの。それじゃあ取引の話をさせてもらうわ。市民の避難に手を貸して、でなきゃ儀式はさせられない。仕方ねえな。協力するわ。素直ね。よかったわ。それならここで儀式をすることにも文句は言わない。あともう一つ、儀式以降の面倒は見られないわ。あなたたちで何とかしてちょうだい。ああ、任せてくれ。あとは自由にやる。ありがとう。悪いわね、飛空艇に立ち向かえる兵なんて世界を見回してもなかなかいないわ。取引については以上よ。市民の避難と帝国の相手、一通り条件は理解できたかしら。ああ、共闘の契約を結ぼう。共闘？
言うわね。ええ、こちらもカンナギの保護に責任を持つわ。それとないとは思うけれど、私はアコルドの首相、市民に被害が及ぶならその時はカンナギも王も切る。分かってるでしょ、首相が守るべきは決まってるわ。選ぶのは難しいわよ。本当は全て守りたい、でもそれは叶わないの。首相、お時間です。市民の避難に必要な人員は3名、人選は任せる。帝国軍の情報を伝えておくわね。今回は飛空艇4隻、最大規模になるわよ。あなたと話ができてよかったわ。お互い全力で臨みましょう。ああ、面倒を見らんないものは見ないよ。ああ、やけに正直に話してたじゃないか。若いなと思ってね、王様もカンナギも。レギスが死んでクリスタルも取られて、カンナギの前任がやられてからもう何年になる。帝国はこの十数年でどんどんおかしくなってる。儀式の間の行動についてだが、水神を帝国軍の攻撃から守る必要がある。とはいえ王様も力をもらう前だからな。俺たち3人は避難誘導だしね。ああ、できるとしてもせいぜい水神の支援程度だ。ほう、支援だ。敵は巨神の時と同じく水神の動きを封じに来る。あの時突き刺してたアンカ、もしあれを外せるならだいぶ有利になるだろう。なるほどな。だが無理はすんなよ。掲示ができなきゃ話にならねえからな。臨機応変に判断してくれ。ああ、分かった。何かあれば海の底に捨てるって話なら奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことをお忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。そろそろ時間ね。演説頑張ってちょうだい。
演説の会場には着いた？ああ。作戦忘れんなよ。そっちもな。もちろんだ。すげえ人、こんなに集まってんのか。皆さん、これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず多くの人々が命を失った、あの日の悲劇のように。ルーナ、でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の御力があるのです。私はここオルティシエに眠るアラブル水神リヴァイアさんの御力をお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すことを。ありがとうございます。力も見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指せ。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちは頼んだ。うん、任せとけ。始まるんだね。我が名はルナ・フレーナ。カンナギの血を引く者、水神リヴァイアさんよ、王に聖石の力を迎えるためどうか受けを。向かってる。儀式はもう始まってるってことか。多分な。水神を守ってやらなきゃね。
って、せっ、やば、おいおい、に選ばれし王は星の闇を払う。それはお前も承知であろう。人はその慈悲ゆえに神を崇め、神は人に慈悲を与えてこその神。王は必ず神にその証を見せる。お前らは下で待機する。あれは二人しか乗れない。飛び降りて。はあ、いいから早く。だよ、うわっ、あっ、だこれ帝国軍の武器を借りた。これで水陣に近づこう。星子、うわっ、来た。任せろ。できるだけ近づくよ。あとはノクト頼み。分かった、さっさと手を出すわ。よくこんなの見つけてきたな。どうにか近づけないかと思って。クソ、また。ちっ、くせえな。ノクト捕まっててよ。あんたの力がいるんだ。倒されるまで認めねえってことかよ。
指は出しない。じゃあいいや、君が私の世界。クリスタルも取り戻すよ。おい、早く来いよ、ノクティス様。指輪は私が王に届けます。
ノクティス様。ルーナ。ここにいらしたんですね。うん、ルーナも。もう一度お会いできるなんて、思ってもみませんでした。え？どうして？私は、もう、カンナギの使命を終えたから。終わっても一緒にいられるでしょ。神々はノクティス様の力を認めました。そして指輪もあなたの手に戻ります。皆さんのところへ戻られたらテネブラエをお尋ねください。たくさんの花がノクティス様をお出迎えしますから。ルーナは？あなたが会いに来てくださったこと、私はそれだけで十分です。心細くなってしまったら、私を思い出してください。これからは少しだけ離れた場所からあなたのことをお守りします。さようなら、ノクティス様。おはよう。二人に知らせてくる。少し時間がかかるが。怪我したのか？大規模な戦闘だった。仕方ないさ。ルーナは？亡くなられた。
アンブラがそれを。Yeah.